土砂崩れの現場は久能小学校のすぐ裏手にあります剥ぎ取られるように土砂や木が崩れ一部はビニールハウスに流れ込んでいます午前7時半ごろ静岡市駿河区古宿の久能小学校の北西にある山の斜面の土砂が崩れているのを出勤した教頭が見つけ警察に通報しました登校する子どもたちの中にはね えっとあ崩れてるってもうすぐ気づいた子も何人かいました。はいびっくりしている様子でした。私がここに勤務してからはそういったことはなかったので、まあ今回あのあれだけね大きなあの崩れというのは本当に初めてで驚いています。警察によりますと土砂崩れは幅5メートル、高さ15メートルにわたっていて、けが人はいませんでしたが。 斜面下のいちご用のビニールハウスに土砂が流れ込みました久能小学校は市や警察と相談した上で通常通り授業を行いました被害に遭ったイチゴ農家の男性は 幸いにもそのシーズンでいうと、いちごのシーズンはずれてたので、まあ、本当にそれではよかったなっていう、来シーズンまでにこの土砂をなんとかして、ハウスを直してっていうところを考えると、結構大変な作業だなと市は今朝からドローンを飛ばすなどして、被害状況を調べました。土砂崩れはなぜ起こったのか県ののか県リニア有識者会議のメンバーも務める 地質学者の塩坂邦夫さんはこれまで降った雨や風で木が揺すられ地盤が緩んだ可能性を指摘します揺すられると当然下の基盤がいくら硬くてもその根のところというのはどっちらも亀裂が開入りますそこにこの前線の雨が入ってきてそれで水が入ると非常に重くなりますので崩壊したということでそんなに大規模な崩壊ではないです 市は現状、被害が拡大する恐れはないとしていますが今後、山の所有者などと連絡を取り土砂の撤去も含め対応を検討するとしています。